しいの。確かチェインが出した光に包まれて俺。え？なんだこの格好。これって学校の制服？いつの間に着替えたんだっていうか。ここどこ？まるで学校の教室。オズ、どうかしたのか。ギル、よかった。無事だったのか。一体ここは。なんでお前制服なんか着てるんだ。なんでって、学校じゃ普通制服だろう。学校？でもお前学生じゃないし、24だし。ああ、どうしたチビ、腐ったケーキみたいな顔して。誰が腐ったケーキ？エリオット？あ、そっか。あ、ここってラトビッチ校なんだ。あれ？でも制服がこの前と違うような。はあ？何言ってるんだ。ここは由緒正しき名門校、ベザリウス学園だろうが。ベザリウス学園？そんな学校聞いたことないぞ。ほら、そこ。何やってるんです。もう修行の鐘は鳴ってるんですよ。兄さん、早く席について。委員長が怒ってるよ。うっそ！レイムさんにヴィンセント・ナイトレイまで学生に？何がどうなってるんだ？おっと、担任が来たぞ。はーい。皆さん、おはようございます。どうかしましたか、オズくん。いえ、なんでも、なんでもありません。うるせえぞ、ガキ。そうだね、エミリー。ブレイクが教師だって。これは夢だ。悪い夢だ。そう、その通り。これはまさしく悪夢だ。この声は。いや、オズ。私だ。ジャックだ。ジャック！今、君の心に語りかけている。君も心で答えてくれ。うん。何なのこれ。それに悪夢って。君が浴びたあの光。チェインが放った光は精神に作用する攻撃だったようだね。どういうこと？催眠術と思えば分かりやすいだろう。ここはチェインの催眠術によって生み出された悪夢のようだ。本当の君は今意識不明に陥っている。なんだって？なら早く目を覚まさないと。でもそう簡単にはいかないんだ。この催眠術を解くためにはあの光によって君の心に打ち込まれた悪夢の原因、この悪夢を作り出している元凶とも言うべきものを破壊しなければならない。元凶？で、その元凶ってどこにあるの？それは私にもわからない。え？そんな。ただこの悪夢は君の記憶から作られているようだ。ならば君に関係する何かの形をとっている可能性が高い。俺に関係してる何か？つまりギルやブレイクに化けてるってこと？人とは限らないがね。とにかく元凶を探すんだ。私も協力しよう。おそらくこのままだと君は永遠に目覚めない。だけどどうやって探せば。君に関係する何かなら君の近くにあるはず。しばらく様子を探ろう。もしかしたら向こうから尻尾を出すかもしれない。わかっ、何をぼーっとしてるんですか、オズくん。呼ばれたら返事をなさい。すいません。相変わらず君の悪いガキだな。